ケイチです。今回はスシローに寿司を食べに来ました。なんかおかしいかもしれませんけども、もう私の動画って意外と回転寿司ってもう寿司を食べてないというか、あのサイドメニューがものすごく私好きなんで、サイドメニューでアルコールを飲むというスタイルで動画を撮ってるんですよね。大体それが結構多いんですけど、でも久々にねちょっとね寿司が食べたいと、まあ、本気の寿司が食べたいということがありましたので、でスシローに来ました。やっぱり私サーモン好きですから、この生サーモンいただきましょうかね。ちょっと悩むな。で今あのちょっとカニの方をやってると思うんですけど、大型ボイル本ズワイガニ、あとことマグロ三貫盛りいただきましょうかね。これもでもお得でしょう。あ、こちら大型生本ズワイガニ、こちらもいただきましょうか。まずはビールでしょうね。はい、では注文いたします。はい、あの歩いてきました。来ました。まずは生ビール、あわ最高ですよね。こちらが大型ボイル本ズワイガニになります。そして大型生本ズワイガニになります。生ですよ。マグロ三貫盛りになります。結構ね平日限定でお得ですよこれは。で見てください、この霜降りというか波というか、生サーモンになります。ではいただきマンモス。何から食べようかな見るだけですごく満足しちゃっておりますけども、さあ何からいただきましょうか。生をちょっといただきたいので、カニの方いただきましょうか。これ見てこれ、お湯をこの下の方に垂らしましょうかね。軽く醤油を垂らしてから、どうですかこのなんかシャブシャブしてるような感じですよね。もうこれだけでまずいただきましょうか。うますぎるわ。はい、次はこちら大型ボイル本ズワイガニいただきます。もう最強でしかないわ。歯ごたえというか食べ応えがありますよね。さすが大型って言ってるだけありました。はい、続きましてこちらサーモンは私はねこの甘だれでいただこうかなと思います。意外とね皆さんこう、え甘だれでいただくのっていうようなこのコメントが多かったんですけど、まあ、あの好みにだと思うんですけど、私はあのこちら甘だれでいただきます。で甘いばっかりやったらダメなので、ここでちょっとあのわさびをねこう素材を壊さない程度の量を、まあ、少しだけ、このわさびは後でまた使います。うん、美味しい。ものすごくもう脂が上品。続きましてこちら平日限定ですけども三貫盛り食べ比べになります。で左から特ネタ中トロになりますよね。真ん中はマグロになります。要は赤身ですよね。で右はネギトロになります。少しだけトッピングして醤油をこのわさびの上にちょ少しだけ垂らす。あ、ほぐれる。で、やはりほぐれるっていう言い方はおかしいな。あ、口の中でとろけるんですよね。わっと、いろんな部位の特色が楽しめるかと思うんですけど、初めに中トロ食べてよかったのかなっていう、最後の締めで食べてもよかったかなとはちょっと思ったりもしましたけど、もうでもマグロ好きな方は絶対注文した方がまあいいっていうか、もう言われなくても注文してる方が圧倒的多いでしょうけど、普通のマグロをいただきます。さあ、うん、ネギマグロに大型生本ズワイガニのシャリの方を乗っけました。
これどっちかって言うたらこうめっちゃ多いじゃないですか。このネギマグロの量ちょうどいいんじゃないかなっていうことをね、まあ、ここで一緒にいただくと。これはあの私の食べ方になりますけども、スシローの甘だれでいていただきましょうかね。これはあのシャリを付け足したことによって包み切れませんけども、でもなんか幸せ感ないですか。今なんかモンストとコラボレーションしてるんですね。私あのモンストしないでこの辺あたりはよくわからないんですけども、でもなんかカード限定カード1枚絶対もらえるって。この赤貝いただきましょうか。あと虫ホッキ貝光物をいただきます。塩締めイワシのネギ生姜、これいただきましょうか。海道水揚げコマイ天ぷら握り、これ私ちょっと食べたことないですね。先ほどビール飲んだのでこの生貯蔵酒いただきましょうか。来ました、セカンドステージです。でこちら生貯蔵酒が来ました。生貯蔵酒って結構言いにくいですよね。あの普段滑舌悪い私にとっては酔っ払うとねさらに言いにくくなると。皆さんよろしければご唱和お願いします。生貯蔵酒ですね。ちょっとやばかった私。虫ホッキ貝になります。でこちらがちょっと珍しいというか初めて食べるんじゃないでしょうかね。コマイ天ぷらの握り、コマイって言うんですね。お赤貝になります。塩締めイワシネギ生姜になります。ではいただきましょうか。日本酒ってやっぱりこのようにこう練習は特にそうですけど瓶で出てくることが圧倒的に多くて、でそこでこう、ね、ちっちゃいグラスに入れてちまちまとこう飲むっていうのがいいですよね。では初めに小米いただきましょうか。もう塩でいただこうかなとかもちょっと思ったりしたんですけど、こう店内揚げたてということでものすごくいい香りがしておりますね。初めて小米の天ぷら寿司いただきます。うん、あの衣自体がちょっと甘めなんでしょうか。身自体がほんのり甘いんでしょうか。ものすごくあの美味しいです。いや、やっぱり塩ですよね。塩をチャラッとねかけて塩でいただくっていうのもいいかと思いました。いやでも本当にあのお子様でも食べやすい味ですよね。でやっぱりこう店内揚げたてですからサックサクの衣ですよ。あたまんない。はい、続きまして赤貝いただきます。やっぱりこうお寿司屋さんって言ったらこの貝類ってやっぱ絶対に注文しますよね。初めの方に注文することが多いんでしょうかね。ではいただきます。やっぱ貝類歯ごたえいいですよね。で醤油自体がやっぱりこうちょっと甘めですよね。貝類に日本酒って間違いなく合いますよね。続きまして蒸しホッキ貝になります。こちらもお醤油でいただきます。寿司って家でもまあ大体なんか私こうなんちゃってで握ったりするんですけど、でも貝とかここの青物光物ってものすごく手間かかるじゃないですか。だからこういうのはねやっぱりお店じゃないと食べれないと。贅沢すぎるわ。くう、生きててよかったなと思います。はい、続きましてイワシ。イワシもうイワシ大好き大好き。もう
健康にめっちゃいいじゃないですか。もうまたね、血をサラサラにしてくれますし、なんかこう食べたら賢くなるみたいな、しかもこう食べて美味しいじゃないですか。つまみにできながら健康にも良くて、で、まあ、頭も良くなるみたいな。頭良くなるっていうのは、小さい頃にあのイワシ食べたら頭良くなるから食べって言われて、それでずっといております。その考えでずっといておりますけども、まあ、確かな情報ではないのですいません。でも血はサラサラになるっていうのはよく聞きますよね。ちょっといただきます。そのイワシ光り物に生姜乗ってるってあんまりこう出会ったことないんですよ。ものすごくいい、めっちゃいい。でイワシで結構いい程よく油乗ってるんで、まあ、シャリとの相性抜群っていうか、もう日本酒が飲みたくなる味。どっちかって言ったらちょっとね、油がちょっとこう あるので、チミとかねパラッとかけたい気持ちもありますよ。ありますよ。かけませんけどね。ほんとおすすめ。これねイワシ釣ってきてそこでさばいてここまで釣ってほんと手間かかりますし、で鮮度高くなかったらやっぱりここまでの薄さって出ないと思うんですよ。結構大きめなイワシですよね。このイワシって大きくてもさばいたら見てちっちゃくなるんですよ。だから先ほどのスシローのイワシってさばく前もっとめっちゃさばく前結構大きいかと思います。もうねこのサイドメニューを押したくて仕方ないんですよ。ちょっと押していいですか。押してみて、何これ、丸ごとエビの柚子胡椒天ぷらとかもう食べたくて仕方ないっていう。次はちょっと巻物いただきましょうか。巻物、これいいんじゃないですか。てんこ盛りしらす軍艦、すごいな。これこんだけ盛り盛り入って税込みで120円ですよ。たらしらこかあん肝、あん肝も、いやたらしらこかな。たらしらこいただきましょう。いやあん肝の方に、あん肝、丸ズワイガニカニ味噌あえ、カニ味噌あえですよ。じゃあもう生貯蔵酒いただきましょう。来ました、すごいな。もうこのてんこ盛りしらす軍艦、しらすファンにとってこれ飲めるんではないでしょうか。でこちらあん肝ですけども、あん肝めっちゃ大きいというか、すごいこうなんかボリューム、食べ応えがあるあん肝だと思います。こちら丸ズワイガニカニ味噌添えです。いやーこれも日本酒に合うでしょうということで、さっきまだちょっと残ってる状態なので、まあ、こう最後ちょっと、いやー生貯蔵酒いいですね。今回すらっと言えました。生貯蔵酒にカニ味噌いただきましょうかね。これも何もつけずにいただきます。いやーではちょっといただきます。この海苔で巻くっていう、なんというもう贅沢な、家でこんな風にして食べるってなかなかないんで、やっぱりお店ならではですよね。うまい、濃厚、カニ味噌すごいやばいね。もうだいぶ練習だけ出てくるんですよ。次注文してもグラスあるでしょっていうことで、じゃなくてしっかりとまたね、次もねこれグラスで出てきましたね。そのグラスもねこれ冷えてるんですよ。いやーもうスシロー本当にね、やっぱりお寿司屋さんですけども、私はこうかなりクオリティの高いおつまみで飲める場所というかですね、まあ、そういう感じで付き合わさせていただいておりますけども、でも本当寿司も美味しいですし、やっぱりこういう配慮、やっぱりお客様に対する配慮がものすごく来てみて感じられます。もうあん肝もいただきましょうか。あん肝も結構高いですから本当に。いただきます。これやばいだろう。
ものすごいクリーミーです。痛風系の方はね、あんまり食べない方がいいみたいな感じかと思うんですけど、まあ私もどっちかだと痛風系なんですけど、でもね、いただきますよ。これは美味しいですからね。いや、これは日本酒進むわ。はい、続きましててんこ盛りしらす軍艦になります。ちょっとたらっと醤油をかけます。いや、このてんこ盛りのなんかこう良さっていうのはこぼれるんですよ。これこぼれるのがいいんだよね。いくらでも あるじゃないですか、てんこ盛りの。もうそういうのこぼさずね、いただきたいみたいな、まあ、そういうのってね、楽しくないですか。美味しい食にプラス用途として楽しい要素かと私は思っております。小さい頃からしらすってよく食べたんですけど、まあ、この近所の大阪湾で獲れた、まあ、泉州産ですよね。泉州産のこのしらすをずっと食べて、でしらすでおにぎりを握ったりとか、本当なんかしらすと共に生きてきた私の体は半分以上しらすじゃないかなってちょっと大げさに言ってますけども、ものすごく美味しくて、まあ、カルシウムを取れるっていうのがいいんじゃないでしょうかね。ほのかに生姜の香りがするんですよ。ちょっとだけ入ってるんですよ。いや、もう美味しい、ね、やっぱり生姜入ってるだけでもしらすのポテンシャルを100倍ぐらい上げる要素の一つかと思っております。最後の締めとしてサーモン三貫盛り、これ平日限定になりますけど、これを注文いたします。平日限定三貫盛りサーモンですよね。サーモン来ました。税込み180円ですよ。で、このボリューム感、1貫100いくらとか200円ぐらいのレベルがこちらの左側にありますよね。これはジャンボトロサーモンになります。で、真ん中はこれ焼いております、焼きトロサーモンで、右はサーモンになります。はい、ちょっと緑のものをトッピングいたしました。ここで甘だれをかけます。まあ、少しですね、少しだけ。何からいただきましょうかなみたいな感じでありますけども、あっさり香ばしく濃厚系、超濃厚だと思うんですよ。 こっちからいただきます。こちらでだいぶ1本飲めるぐらいのポテンシャルのあるつまみではないかなと思っております。すいません、何でもつまみとして考えている私ですけども、申し訳ございません。まずサーモンからいただきます。スシローのわさびは少量でもパンチすごいですよ。風味が際立つ生おろしわさびなんですね。この生おろしっていうのがすごくいいですよね。日本産ですよ。では続きまして、焼きトロになります。もうトロトロ。うん、うわ、最後はこちらジャンボトロサーモンをいただき、冷酒生貯蔵酒をいただき締めさせていただきます。うわ、お客様に精一杯。いや、本当に素敵なお言葉ですね。今回の会計は3900いくら、まあ4000弱でいただきました。めっちゃ堪能いたしました。ありがとう、スシロー。